は。それでは、最終段階の、着陸を行いたいと思います。まあ、そうは言ってもですね、ここから10分ぐらいはかかるかなと思います。今目の前に見えている山ですね、これが最後の、高い山になりますので、オートパイロットを切って降下を開始したいと思います。通常降下もですね、オートパイロットを使って降下率を設定して降下するんですが、計算がめんどくさいので手動でやります。すでに降下開始をしています。現在だいたい1万フィートなんですが、目の前の山が意外とかなりギリギリで、意外と高いんだなと思いますね。さらにですね、前方やや左側に、まだ霧がかってますが、諏訪湖がすでに見えてきています。引き続き降下を続けます。諏訪湖がはっきりと前方に見えてきています。ですね、松本空港の場所なんですが、諏訪湖の前方に山の切れ目があるかと思うんですが、その山の切れ目をですね、通っていって、右に旋回すると松本空港があります。引き続き、待機速度は維持しつつ高度を下げていきます。映像で見てるとあんまり降下してるって感じしないと思うんですが、実際に地面を見るとかなり近寄ってきているので、かなりいい勢いで降下してるのが分かっていただけるかなと思います。実際の実機がですね、どうやって松本空港にアプローチしてるかよく知らないんですが、正直山に囲まれててかなり降りにくいのは事実です。今回もですね、高い山を避けて目の前にある切れ目から進入していきたいと思います。
Romeo Juliet Alpha Foxtrot Traffic Doppler Alpha Sierra X-ray Golf Sierra Alpha is on final runway 36 to land. から山の切れ目をすり抜けていきます。結構危険な空港なんだなってのが分かっていただけるかなと思います。そろそろ見えてきてもいい頃なんですが、いまいち見えないので降下率を下げます。はい、マーカー立ちましたね。残り約5ノーティカルマイルになります。それではここで減速するためにフラップ、半分ですね、フラップハーフ、あとギアも出します。フラップハーフで安定してきましたのでフルフラップに切り替えます。ちょっと速度が落ちすぎなので頭を下げて加速します。あと降下率が速すぎるので、降下率を下げるためにエンジンの出力を一旦上げます。この機体予想よりフラップ効きますね。かなりエストールな着陸ができるかなと思います。待機速度が安定してきたので頭を上げます。ロミオ・ジュリエット・アルファ・フォクストロット・トラフィック・ドプラ・アルファ・シエラ・エクスレイ・ゴルフ・シエラ・アルファ is on final runway 36 to land。 ちょっと高度低すぎですが、角度的には綺麗に松本空港のランウェイ36に向かっていると思います。滑走路の前に木生えてるのおっかないですね。確かにちょっと低すぎるのは事実なんですけど、この木は切ってほしいですね。はい、エンジンスロー。滑走路に入りましたのでフレアをかけて一気に減速します。タッチダウン、フルブレーキ。今回は、プロペラの逆ピッチなしで、ブレーキのみで減速します。はい、減速完了、タキシング開始。今回はですね、4本にも及ぶ動画、長い動画ですね、わざわざ見ていただいた方誠にありがとうございました。無事、羽田空港から松本空港へ、到着しました。ですね、このゲーム結構、ゲームっていうかあんまゲームって感じじゃないんですけど、やってみるとなかなか面白いので、飛行機が好きな方にはぜひおすすめしたいなと思っています。私はですね、
ラジコン飛行機が好きというよりは飛行機が好きだからラジコン飛行機をやっているので、まあ飛ぶものであればゲームだろうがラジコンだろうがやるタイプだということで、これからもよろしくお願いいたします。